ザバロスオフィシャル YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。ドラムのアキラでございます。そうね。そうね。ん？ですね、皆さんお久しぶりです。カメラの高町です。ちょっとね、うちの大将と並んでレアキャラになりつつあります、ね。まあレアキャラというか、まあ、ジャンさんが出過ぎ問題があってね。いや、ジャンに頑張らせてくれ。そうですね。ということで、今回は、我々2人でね、まあ、雑談というか、まあ、いろいろ、まあ、お知らせだったりですとか、まあ、2023年のザ・バルブスどうなってんねんっていう話も結構あるので、半分経ちましたね。もう半年経ったで、もう半年なんで、もうどうなってんのっていう、言うてうちらちょっとこのインフォメーションがちょっと少ないので、価値が悪いよ、価値が価値が悪いんだよ、反省点ですけどね、はい、っていうところでちょっとその辺も含めながら、まあ、振り返りつつ、まあ、今後の話もしつつっていう感じで、まあ、たまにはねこんな動画もあってもいいんじゃないかとりあえず何かこう報告、はい、活動報告予定を跳ねつつの雑談っていうですね、まあ、とりあえず確かにもう半年経ちましたな。いやもう経つね、うん、もう今そうそう6月になるもうそうですね、はい、でなんかね2月だっけライブやったら、まあ3月だったね。そうですね、まあそのぐらいにちょっと久々にやって、まああの今年はライブやっていくぞなんつって、悪いところバルブスでライブやるじゃないですか、何事もそうなんですよ。やっぱライブいいよなっつって、いやもうライブ最高でした、気分うわーって盛り上がるじゃないですか、やっぱライブやってないのなってバーってあるじゃないですか、翌週ぐらいからだんだんこう下がってるんですよ。それがだから次のスケジュールのパンパンって決まってればこれは落ちないで、そうですね、ちょっと下がっても次が上がってすぐ上がるじゃん。でもなんか次が決まってないと、うん、そうなんだよ、消失していくんですよ。そうなんですよ、価値があるよ、価値がですね、まあちょっと理由あるじゃん、それも。いや、まあまあまあ、まあ、ちょっと理由あるんですよ。実は制作に入ってる部分もありまして、まあそれちょっとね、あのライブのあれもちょっと緩やかに変わってるっていうのもありますね、はい、実際そのライブに関してはスケジュールを組みづらいっていうのはあったりするんだよね。まあ正直あります。世の中こうコロナはまあ結構落ち着いてきましたねってなってはいるんだけど、かといってじゃあまあ、普通にその違うライブみたいなね、違うバンドさんのライブとか行っても、ね、まだそのマスクはまだしてくださいとか、まあ、縛りあるね、うん、いっぱいね、そういうのを食らっちゃうと、じゃあどうしようかねみたいなのだったりが出てくるので、ね、まあ、今年いっぱいはまだそういうとこ、ライブハウス、まあ、小屋によっての違いだったり、まあ、イベントによっての違いみたいなのが出てきちゃうから、そこも考えると、じゃあ、ホイホイとスケジュール決めていけるっていうふうになってないって。そうですね、確かに。まあでも、とはいえその、まあ、去年からの流れですけど、実はね、コウタさんって方の活動に、ね、我々ザ・バルブスがすごく、まあ、裏方としてですけど、ちょっと手伝ってることがあって、まあ、そっちの活動は結構してたりとかしてたんですよね。まあ、張さんが結構、まあ、動きに関しての、まあ、プロデューサーというか、ね、ディレクターというか、まあ、いろいろディレクションを、まあ、僕やってまして、うん、で、まあ、当然その、やると呼ばれるのって番組そのメンツじゃないですか。そう、うちにいるよみたいなね、やるやついるからみたいな、いるよ、バルブスと高町組に呼ぶみたいな話になるじゃないですか。まあ、当然うちの構成員ども もう動員されてその活動っていうふうになっているので、まあそっちのサポートがね、結構そのまあいろいろ時間もかかったし、正直去年なんかそれでだいぶ時間使った部分もあるかなって。そう、なんかまあ表立って別に隠してたわけじゃないですけど、表立ってオフィシャルでも言ってなかったんでこの場でちょっと話しますけど、まあ去年とか本当それこそね、0から1にするので結構パワーいるから、そこで結構ね、いろいろ時間がかかったし、多かったっすね、結構綿密にその辺をやったから、うん、まあ、どうせやるならね、ちゃんとやりたかったんで、だからまあ、札幌プロライブ自体こそ、アキラとジャムが、ギターが入ってて、
で、まあ歌人の方とかね、やっぱりさ、サイモンプロデュースっていうか、その辺でまあちょっと手伝ってもらってとか、まあガッチリやってもらってみたいなことがあったんで、そっちの活動と、まあだから今なんかこう2つやっちゃってる感じなんだよね。だから今二軸で動いてる感じなんですよね。まあメインはもちろんザ・バルクスで止まってるわけでもなくやってるんですけど、まあプラス、別動体っていう形で我々は動くっていうところもあったりするので、うん、まあなんかそれをね、SNS とかになんか知ってたよって人もいるかもしれないし、まあ見聞きすることがあれば、まあちょっと注目してもらえればなっていうことですね。まあそれも今年もしっかりまだ予定も決まってるし、まあそれはポトさんの方にオフィシャルの方概要欄に URL 貼っておきます、はいはい、話があると思いますので、そのコータの方のオフィシャルの YouTube で、はい、俺はいっぱい喋ってるよな、あんまり喋りたくないなまあそうだね、毎月いっぱい喋んなきゃいけない、あっちはあっちでね、オフィシャルのチャンネルがあるので、まあ近いうちちょっとコラボできたらなっていうのもありますけど、せっかくやってるんで、まあ、うん、なんか人がいね、同じバンドマンとして、まあ、系統はちょっと違うけれども、うん、まあいろいろ話だったりとか、何かしら違ったことやれたら面白いなっていう部分はまあ、なんでその辺もちょっと期待していただければと思いますね。なんでまあここら辺のちょっと目に見えないところっていうのは実はそんな感じで動いてたっていうところがあるので、もう全然このなんていうか枯れたわけじゃないので安心していただければまああとは今後ですね、2023年一応ライブがザ・ブルクス決まっております、7月14日金曜日に、はい、イベントに誘われておりますので、まあ詳細に関しては、後々出していきますが、とりあえず先だって決まっておりますので、そちらの方ご期待いただければと思います。714ですか、はい、ライブですね、久々に。いや、ま、ライブですね。まあライブ、まあこの前やった時もそうですけど、なんかね久々でも久々の感じないっていうか、結構なんか、いやなんかライブとかになると、俺は2月のライブはカメラインしたじゃん、うん、あ、そうですね。だからこのインするかしないかっていうところがちょっとあるんですよ。いやもう全然それはもう、そういう人としているんで、それは、ね、それは箱の都合なんですよ、ステージの広さとか。まあ確かにね、うん、そこが出てくるんで、やれないとこもできちゃう、ね、インできないとこは、うん、インできないんで狭いとね、はい、まあそれはもう仕方がないんですけど、まあでもあれじゃない、狭いなりにこうガッてインしたらそれはそれでなんか面白いんじゃない、もうぐっちゃぐちゃになるただ俺は狭いと俺もカメラ振るじゃない、うん、がある時にぶっこの間は危なかった、ちょっと、ね、ぶつかりそうになったりとかっていうのがあるので、でもそれってなんか楽器隊だけだった頃とかもそうだし、うちらがそのほらバンドね、もう言うてもうみんな十何年とか10年以上やってるような人たちだからさ、った時にやっぱ最初の頃って楽器隊だけでもあったよ。いやそうなんだけど、バルブズって基本3人ですで、まあアキラはドラムだからポジション動かないで基本、まあ来るけど、まあそうだ恥がねお前の言ったからドカー来るけど、で3人でステージだと基本的には広さは保たれるんですよ、うん、まあまあ確かにね、はい、場所の位置関係、ね、でもしこれが俺がベースだったとしよう、だったらやっぱりポジションもあんまり変わらないで済むんですよ、まあ、でも俺カメラだからあっち撮ったりこっち撮ったり動きがあるわけだ。でもほらスタンドボーカル、スタンドマイクだけでやるボーカルの人ってそういうとこない？いやいやいや、ボーカルの人はさ基本的にそのセンターにいて、あー、まあね、で前後ちょっと行くぐらいで、ギターとかベースとかのポジションのところにはあんまり噛まないように動くんですよ、うん、でもすげえガーって行く人いるじゃん、たまにね、ガーって行くタイプでしょボーカルだとしたら、けどなんかそのカメラっていうその距離の近さとかっていうものがあったりする、確かに制限あるもんね、それぞれで被写体とのね、狭すぎるとちょっと厳しいっていうのは俺はあったりするね。まあ狭い場合はその後ろからね、ドラムの脇とかに入ったらアンプの裏から撮るとかっていうのでもう固定で、うん、あんまり動かないでっていう方法とかもあるけど、確かにね、でも細々微妙に止まってるものとかもあったりとかするから、うまくこうまとめてリリースできたらなとは思うけどね、その辺も。だって周年のグッズのやつも全然止まっちゃってるし、ね、いや止まってます結局ね、どうすんのこれ。そうライブとかがあんだったらね、そこに合わせてなんとかしたいっちゃしたいんだけど、それもまあちゃんとこう木が熟した時に出したいっていうのが一番だからさ、やっぱなんかとして何でもねコロナさんのせいにしたいとは思わないけど、やっぱああいうのでこう一回くじかれちゃったじゃん全体が、うん、でやっぱそこからで、まあ、
じゃあバルズだったらその YouTube やって、ね、そのライブ配信ね、うん、やってとか収録ライブやったりとかっていろいろやって、で、じゃあいざコロナさんも開けてきましたなんてなると、うん、どうしようかと。だって実際こうライブを対人でやるっていうところがちょっとこう増えては来てるので、だからその時のなんかね、いいタイミングがあって見計らってやりたいっていうのはちょっとあるけどね。まあライブハウスの人たちも結構そのまあこっからちょっと盛り返していこうみたいな意識があるせいかお話は結構ねもらってるんだけど、ちょっとタイミングね合わなくて出なかったりとかもするんだけど、ちょっとそことうまく合致するようなことがあればね、なんかしっかりこうゴールさせてあげたい気がするけどいろいろね。でも舵が悪いっすよ。え、あれがなんかやっぱこういやでもさ、なんだけど何じゃないああえ、チョウさん、やっぱあの映像は、やっぱいいかなああみたいな、いろいろね、考えるとこありますからね、やっぱ。いや、あいつはあいつの考えがあって、はいはい、やってるんで、別に、それは、ああ、そうなのっていう感じではあるんだけど。またちょっとこう、ちょっとそれるんだけど、話。ふとね、この前さ、もうすぐ、お店25周年でしょ。今年24周年なんで、来年25周年。ああ、そうでしょ。なった時に、ふと、ここのホームページの記事で過去のやつが出てきた時に対談したじゃないですか、会長ね、あの20周年の時の話で、あれを見たのよ、見返してみたの、やっぱなんかね、お互いやっぱこのなんつうよそ行き感がすごくて、まあ、そう、当時はメンバーになったかなんないかぐらいの感じだったじゃない、話は多分あってって話だったんだけど、まだこの外注さんとそのクライアントみたいなところもちょっとあって、すごいこうなんか昔から知ってんだけど、なんかちょっとこのよそよそしい感じがあったんだよ、恥がそうね、恥がこう表出るときに恥隠しもあるじゃんあるね、外行きのね、はい、でまあそうすると、うん、こっちの基準を、うん、俺の側の基準をそれに合わせなきゃいけないから、で例えばライブやるじゃん、さっきのライブの話 でステージやってたら俺はカメラだけど、うん、やっぱりそのカメラって被写体あってのもんだから、うん、被写体の動きに合わせるしかないっていうのと一緒で、会話とかもあそっちがそのよそ行き用なのねって言ったら、こっちがよそ行き用じゃないやつでざっくばらんに行き過ぎると調子狂うじゃない、噛み合わなかったですよね、確かに。じゃそれはまずいなってなると、あそっちそれならじゃあ合わせるねる、俺は結構合わせていくタイプなんですよ、うん、まあそうだよね、もうまあ作品を良くするって考えたときにそれがいいなってなった時はそうするよね、大体だってそのジュエリーアクセサリーを作ってて、うん、それ人に合わせていくものだから、まあまあ確かにね、そこに人体があるっていうことを考えて仕事やってるんだから、それ合わせていくの、ね、確かにそれ無視して画を通していくってなるといいものにならないことが多いからね、そうかっこよくても身につけるもんじゃねえみたいなのになるので、ね、確かにまあでもやっぱまあどの最初決定はまあ一日一日一日大変だけど、まあ恥じ抜きが大きいよ、だからそれが正解だと、まあ、もしねバルブスにとってなんか本当でもそこのなんかこの決定権をぶれさすとわけわかんないことになっちゃうからね、結局ね、いやそうなんですよ、チームでやってる限り、だからもう慣れてるからみんないいと思うんだけどやっぱりほらみんな癖あるじゃん、ジャンもあるよ、でなんかそのアキラマンジョルモンのカジもあるじゃん、カジの癖ってさ、でもこれ調査これどうしよう、じゃあ調査これ決めていいっすよって言うじゃん、決めてくるじゃん、相手に委ねることで相手からの意見を引き出したいって、でそれで精査したいっていうのは舵なんですよ、でジャンの場合は合わせていくんで意見丸々ください、丸々くださいっていうので、でジャンは面白くてでこれどうすかって来るんだけど、ちょっとここがねって言ったら、あじゃあ書きますねってやるじゃん、どうすかもうちょっとこうなる、ああそうですか、じゃあやってみます、ね、ここやるじゃん、あいつなんか、まあ、分かんないんだけど、このなんかこうこのやり取りが好きなんだいやそれはジャンさんは多分さっきの合わせていくってところで言えばある種究極のそういう人なんだよね、そうなんか相手の意見をすげえ組もうとするじゃん、そうん、で多分組み切れてるかどうかっていうところがめっちゃ勝負どこなんだと思う、だからね、張さんとかカジさんっていうのはあくまですり合わせていくじゃん、はい、その向こうの意見も聞きつつでもこうしたいなっていうところのいいとこのこの交わるところをなんとかしようとする人なんだけど、
ジャンさんはもう100来たらその100を表現したいっていう人だから、もっとこうしたい、もっとこうしたいってなったら、もうそこを詰めていく詰めていくっていう、すごい細かいところいっちゃう。ちょっとさ、なんか、あいしょ、あいしょ、あんまり、あん、そうなんですね、うん、あ、はい、はい、はい、ない、そうですね、言うんだけど、じゃあ、アキラこれもやってるやつだ、やらない、俺やらない、はっ、じゃあ、そうですね、さっきまで、A、B、C って OK だったから、あ、じゃあ、D もいけるよねって言ったら、D 嫌い、え、同じ並びじゃん。順番で言ったら D あるやんってなるよ。D 嫌い。そうね。いやお前なんでって。俺の場合その2人みたいに交わったところを模索するというよりは、こう2つこうなんていうんだろう同居させたがるっていうか。なんか YouTube は逆に任せていた。たださすがにほらいろいろね、ジャンのチャンネルなのかみたいな声にもなってきちゃうんだよね。一応バルブスチャンネル。そうですね。はい、まあ、一応、まだちょっと本気まりじゃないですけど、年末に向けていろいろ考えてもいるので、ちょっとその辺もね、続報を待っていただければと思います。はい、こんな感じでまた、ジャンさん、また報道すると思いますけども、トークものもちょっと増えそうですね、やっぱどういう感じでバンド考えて動いてるのかみたいなのを、せっかくこういう機会があるので、いっぱい伝えれたなっていうのが、なんかね、やっぱこう、2年以上もうやってきてるので、YouTube の、ある種のこの、初期の時にあったような、なんか固い字張った感じもちょっと薄れてきたので、そうね、なんかもう本当にうちらが楽しんで好きなことやっていきたいなっていうところは、ちょっと最後、俺の中ではシフトチェンジしてきたので、引き続きチャンネル登録、高評価等々よろしくお願いします。あと、なんか必要な情報ですとかも概要欄に載ってますので、そちらの方もチェックしていただいて、特に SNS とかね、Twitter やらないやら載ってますので。全然やってねえじゃんか、ツイッターのインスタ。でもほら、大事なお知らせとかも出したりする。それだけじゃん。いや、ほら、それ大事。インフォメーションが少なすぎるんですね。そういうのをちょっと見ていただけたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。というところで、今回の動画は以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。はい、ドラムのアキラと、ドラムの道長でした。じゃあ、さよなら。